皆さんこんにちは、じゅんです。はい、皆様にお知らせがあります。10月28日白鵬カントリークラブでプロを目指している女子選手によるトーナメントリンゴルフフューチャーズトーナメントの開催が決定しました。リンゴルフでトーナメントをやります。それに伴い参加選手、スポンサー様、ボランティアスタッフの募集をいたしますので、詳しくは概要欄をご確認ください。今日は私がこの18ホールラウンドして、トーナメント会場のコースを体験していきたいと思います。収録ファンホール148ヤードショートです。ここはすごくないですか、純ちゃん。これどうしようかな。ちょっと6番アイアン持ってきたんですけど、上げてるんで5番ユーティリティに変えたいと思います。もう池とバンカーに囲まれてます。うん、バンカーに囲まれてます。ゆっくりね、ゆっくりゆっくり。よいしょ。風は？あ、ちょっと強い。強い。すごい急に強くなった。もっと思いっきり吹かせて。いやー見よフック、しゃー、パーです。ナイスパーです。待てます。17番ホール510ヤードパー5です。はい、ここは右が池なんでね、左目に。パー5はなんか長めな印象ですよね。そうか、なんか500超えてるよね。うん、超えてる。え、やっぱさ、500超えるとさ、うん、女の子だとさ、結構ハードじゃない？確かに、まあ、頑張って200超えたとする、ドライバーが。そしたら200、500、200、あ、さ、300、300残って、セカンドが、まあ、どんぐらい飛んでるかわかんないけど、まあ、150ぐらい。たら、まあでも150、まあそこウッドとか持ってミスしちゃうとまた大変だけど。そうだ、ね、ってことか。うんうん、確かに。あとはもう高低差どんぐらいあるかによっても距離変わってくるけど、普通のレディースティーは多分ないと思うから、500超える、あんまり。そっか、白ティーからやるのが純ちゃん多いからあれか。そう、まあまあ普通かも、いつも通りって感じ。ただショートが、ショートじゃないわ、パー4はさ、結構400とかさ、長いところとかあると結構しんどいなとか思うんですけど。そっか、パー5はそうか。パー5は意外と500ぐらいとかだったら、500ジャストぐらいだったらそこまでじゃないんだ、その気がしますけど。でも今日ちょっと喋りながら、めっちゃ喋ってるからやっぱ疲れる。うん、一人だとね、そう、もうプレーも喋りも全部自分になるからね。全部説明してるから、やっぱり、ね、結構対決だとね、プレーはお任せで、そう喋りだけになるからね、超楽。あれどこ通り越した？ああ、通り越しちゃった。うまく出た。なんかもうラフにもちょっと慣れてきた感じだね。まあそれもあるけど、一応今ユーティリティにした。あとゴルフで今ちょっと力入るのできやすと、ほぼ終わりですけど、なんとなくね、ドカって打てるようになってきました。肩までが高いんで、うまいんだよね。
もうウッドでグリーン手前まで打っていくか。ですけど、難くない？ここどうしようかな。ウッドで狙っていっちゃおうか。で、バンカー入らないといいな。7番ウッド、終わった、止まれ、止まってくれ。あ、止まった、止まった。結構いっちゃいましたね。まあまあ、ワンペアでもいっか。力入っちゃいましたね。え、なんかね、ワンペアありそうな感じするんだけど、やっぱあれか、池のハザードの手前に刻むが正解なのかな。もっと、もっと手前に刻むか。右目に130打ってもよかったのかな。まあでもちょっと今日ちゃんと打ててないから、もうどっちにしよう。ただ手前に残っててほしいんだけど、希望としては。ある、ない、ない、なさそうだよね。あ、あれだ、 あるじゃん、あれだ、あるじゃん。カメラは捉えてました。なんかね、もうラフ近いから止まんじゃないかなっていう。急にポジティブに。まあね、結果がそうですよね。さっきとさ、会った時とさ、全然違うよ。あー、やったー。そう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 。これはピッチングで打ってきます。90ヤードです。どうしよう、でもまたラフがね、うん、まあ打てるか、多分ガッとズズズズズズと。手ごわい。やっぱ一晩って開けなきゃな。ヒートぐらいで。手が悪そうしました。やっぱああいう時にね、リズム大事なんですけど、やっぱどうしてもこう入れたいから打って手が動いちゃうんですね。スースーって打てればいいです。やってしまいました。じゅんちゃん、はい、まあ、いよいよあの18ホール、うん、で最後なんですけど、はい、まあ、の前半もやったんですけど、うん、まあ、後半の、まあ、インコースのここまでの、まあ、コースの印象みたいなのお願いします。後半の方、インコースの方が短いのかな。うん、パー4が結構短い、うん、短い感じがしております。ただやっぱり狭いは狭いんで、フェアウェイキープがすごい難しいなぁと感じて今います。池とバンカーもちょっとなんか大きい感じ、うん、多いかも。バンカーがね、ところどころあるんで、そこに入れないように打った方がいいんだけど、そうするとラフ入っちゃうからすごく難しいですね。ただスコアは多分前半みたいにダボとか叩いてないけど、まあ変わんないか。まあ、ちょっと短くなるところはあるけど、うん、でもまあやっぱりこう基本的にアウトと変わらないような感じで、うん、狭いからっていう感じだ。そんな感じですね。ありました。はい、じゃあ最後、うん、最後ですね。はい、行きましょう。あ、でも最後はパー4でもしっかり距離が、そうですね、
18番ホール394ヤードパー4です。ちょっと距離があるんで最後嫌ですね。最後のリアンのあの添え木が、添え木っていうの食べて狭いね。やっぱりそうです。まっすぐです。今頭の中でプッシュしたらドバンカーだし、引っ掛けたら添え木だしみたいな。すごかったよ。そうだよ。ちょうど落ち際がいろいろあるよね。あそこで。200ヤード5番ウッドですな。多分届かない。しっかり頑張って当てていきたい。ちょっと本当下手になったな。土です。これ超むずいです。バンカーショットのように打ちます。ボーニーで届くかな。でもバンカーショット大丈夫だよね。なんか木の幹とかないよね。より重かった。こんな感じで打ちます。ボーニー入れると、今日はボーニなんか曲がんない思ってて、この52でもめっちゃ止まっちゃう。 OK! ボギー完璧です。ボギーです。お疲れ様です。あ、お疲れ様でした。ありがとうございました。前半が7オーバーで、後半が6オーバーかな。同じかな。こんな感じだと思います。はい、ということで、リンゴルフとしては初めてのトーナメント開催のリンゴルフフューチャーズトーナメントですが、ここ白鵬カントリークラブで開催いたします。改めまして、参加選手、それからスポンサー様、ボランティアスタッフを募集いたしますので、みんなでトーナメントを作っていけたらなと思います。詳しくは概要欄をご確認をお願いいたします。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。